飴を水に浸した強力気づき飴だった。飴ってもしかしてあれのこと、どうだっけ、これのこと。よかった、いつか売ろうと思ってたんだけど売らなくてよかったね。ひー、世の中何があるか分かったもんじゃないね。で、次どっち、そっちか。まさか飴が強力気づけようになるとはね。発想の転換が素晴らしすぎるわ。しなくなっちゃう。おお。あの技の規制だとちょうどいいんですけどね。セーブはしてないけど、まだいいか。どうするどうするか。こいつで悪いのだから、悪いのだから別に何もやらなきゃいけないけど、はい、いいでしょう。修行の鱗、生もんだね、水の中にあったし。修行って何、もしかなんか読み方違うかもしれないけど、なんかついてきてた。セーブはこまめに。なんかある。こっちが正規ルートじゃん。あ、なんかそんな感じがするな。どんどん降りてってるし。メルカティさん超えるだけで結構時間がかかるね、本当に。プレイフィアさんの時もそこそこありましたけど、これもっとでかいですからね、規模が。あ、見て、足が痺れてきた。早いなぁ、ほんとに。奇跡の薬何個だよ。一人旅のやつ落としたんだよ、きっと。なんで、仲間がいれば使ってくれるだろう。一人だから使えなかったんだよ。は？何その理論。理解しがたい。なんでこの文飛び回ってんの？まだ山あんのこれ。でかくね、きっと本当に。あ、またなんか落ちてた。ん？あ、保証されてるってことはもうこれで終わりかな。銀の指輪か。これはメッキじゃないよね。メッキだろ。メッキですよ、どうせ。ちょっとこの先すんだ、なんかイベント起こしそうな内容がするんだけど。こっちなんかない。
そうか、木の影だった。あ、もうすぐ終わりかな。あ、着いた。よし。よし、着いた。その頃のフィークライトでは、君戻ったね。あ、アルバート帰ってきたね。どうも、お疲れ様です。やっと帰ってきたぞ。でも、リュウさんにこの呪縛が解けるかな。無理だったらどうしよう。いや、あり得る。解けないかも。どうしよう、どうしよう。おやおや、どうしましたか？な。あ、いや、あ、その、どうしました？どうしてですか、先生。これでいいんですよ。でも私とアレイドはあいつに、それにきっとリューク審判長が、彼はもう十分に罰を受けていますよ。きっとここまで帰ってくるのも大変だったでしょう。それに逆に君たちが乗せてしまったんでしょう。そうですけど、それに審判長を深く追及するのは良くないです。でも、審判としてあるまじき、ひな君？はい。審判長は誰が任命するのでしょうか。もちろん大審判様です。そうです。リューク審判長の大審判様が任命なさったんです。でも、大審判様のお考え間違いないでしょう、多分。リューク殿は少々権力に執着気味ですけど、決して悪い人間ではありませんよ。まあ、今回のことは私が誤解を招くような行動を取ったことに責任がありますしね。はい、わかりました。今回のことは忘れます。いや、別に忘れなくてもいいんですよ。審判を倒してしまうなんて大したものです。公にできないのに昇級させてあげられないのが残念ですよ。瞬間を倒したのにアリーヌはまだ終始なんですね。公にできないですから。私も君たちにもしものことがあったら笑って済ますこともなかったと思います。この大馬鹿者が、もう申し訳ありません。もう一度チャンスをください。必ず奴らを始末してでも。貴様何を考えておるのだ。何のためまとまった金を持たせて持っておる。買収するならシーフに依頼するなりするためだ。それを直接に危害を加えるとは何事だ。申し訳ありません。エルシールの弟子とはいえ、教会の術師である以上、我らにとっての生徒であることには変わりはないのだぞ。しばらく謹慎しておれ。はい。私もしばらく謹慎だな。お前もな。私は何もしてないのに。予想はしてたけどね。まあその書簡はリュークを任命させてくれっていうことだったと思ったんですけどね。もうすぐ感じてはいましたけどね。まあでも現実そうでしたね。さーてどうしよう。1時間10分になっちゃった。ファウルの防衛ラインかな。ではとりあえず次サージェスですね。サージェスは西なんだけど、この下か、じゃあ。まあちょっと、上に見てみますか。いやーでも、メルカティさん、これだけでヒーヒー。あれ？この湖に、海水ですね。海が近いからじゃないのか？なんかさ、嫌な予感がするんだけど。ちょっと待って。あのですね、それを言われたら逃げざるを得ないでしょう。で、ここは世界一危険な湖と言われて、俺さんは危険を承知で商売している。片道で5000フィールドだ。それで俺様のスペシャルクルーザーに乗せてやるぜ。いや、別に今はいいです。山抜けなくていいってメリットもあるけど。ちょっと待って、サージェスがあった。さーて、これで役所イベントは大体済むのかな。というか、とりあえず1時間10分で、パート数的にキリがいいところになるので、今回ここで切らせていただきます。
ます。ではインタークロスの実況プレイパートご視聴ありがとうございました。